情弱工事、平和が続く地、生きる情弱工、いい言葉ですね。情弱工事、参りました。情弱工、いい言葉ですね。静かに、安らかに、綺麗な感じの地、平和が続く地っていうのは、情弱工土という、そういう土地のことを情弱工土と仏教の方で申すわけですけれども、そういう場所、本当ふさわしいですね。室町時代、もう戦国が激しくなっちゃって、もう平和を祈る天皇からするともう大変だと。でその上儀式の費用もなくなるという戦国時代とかになると、やっぱこの静かなこの地がやっぱりいいというふうになるんでしょうね。こんなの思い出しましたね、小倉山、嵐の風の寒ければ紅葉の錦着る人ぞなきという金刀ですね、藤原の金刀。小倉山は嵐の風がヒュッ吹いた、やっぱ風吹くんですよ、寒いので。もみじの錦、これね、ブワーってもみじが起こってくるとみんなもみじの錦を着てるというふうに言った表現ですね。これ藤原道長ってアイデアマンですから、そこの大井川と当時呼ばれた桂川に船を浮かべて、三艘揃えて作文上手な人、まあ漢文でしょうけど、和歌上手な人、楽器上手な人っていう風にそれぞれ載せた時に、この大納言金刀は教養人として知られていましたが、なんかちょっとトントントンとやってきて、道長がお前はどの船に乗るんだっつったら、あ、じゃあ僕和歌の船に乗るって言ってこの歌を詠んだという話がね、伝わっておりますよね。あともう一つ僕この寺で見たいの、これですね、女の日っていうのがあるらしいですね。この市川房枝さんっていうのは女性の、政治参加の運動やいろんなこと、平和運動をやった人で、心に子供がながらに残ってるんですけど、女一人生き、ここに平和を願うっていう女の日っていう市川房枝さんの日があるらしいから、ちょっと訪ねて行ってみたいと思います。はい、昭和54年に作られたっていうことですけれど、ふさわしい場所にあるんじゃないですかね。情弱行動と思って、それを人間の世界が目指しても、やっぱり未だに戦争なくなりませんね。で戦争になるとやっぱり女性とか子供とかひどい目にも遭いますよね。直接戦う人たちだけじゃない、そういう人たちいろいろ思いがあったんでしょうね。やっぱり平和っていうこの字の重さっていうのもね、情弱行事の中でやっぱり思いを新たにしてみるのもね、旅の中で、これを眺めてみるっていうのもいいんじゃないかなと思いますね。このお仕事引き受けなかったらこの日があるの僕知らなかったんです、実は。はい、なるほどね。生きるっていうところでこう一匹カメムシらしきものがいますね、これね、カメムシちゃんと生きてますね。これ黒猫はお名前は黒部。あ、黒部、ここで黒部いつも番をしてる。ここにいます。あ、はい、もう定位置で、はい、お迎え役です。あ、お迎え役面白いな、ありがとうございます。ちゃ帰ろう、黒部に送られてる。